はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2015やっていきましょう。難易度は80、65です。頑張りましょう。残り2試合頑張っていきます。はい、今回はロッテ戦やっていきたいと思います。ダイジェスト設定はいつも通りです。今回先発ピッチャー石田くん、石田選手使っていきたいと思います。はい、リリーフ陣は、いつも通りかな、ほぼ変わらないかな、こんな感じです。はい、野手こんな感じです。お、殿崎選手入れたいね。どこに入れる。まあセカンドは西野くんいるからね。あ、アベレージヒット覚えました、西野選手。はい、これで2人だね、浅間西野と2人覚えました。サード置いてみるかい。うん、でちょっと、うん、こんな感じでいこっか。うん、いや岡本和真選手ね、だいぶ熱いんだけどね。よし、これでいきましょう。頑張ります。うん、頑張りましょう。チームプレイ、残り2試合、後半戦は、後半戦の動画は今のところ、1勝2敗ですね。まあ、勝ち越すためにはもう負けられないんで、今回も、勝ちましょう。前回も勝ったんでね、勝ちます、頑張ります。絶対2年目やったら面白いよなこのチーム。上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。まあ言っても未完成の集まりだからね、未完成な人たちの集まりだから、やっぱり2年目とかだよね、楽しくなってくるのは。よし、抑えていこう。いいカーブ持ってるな。まず、ストレート、アウトローにコントロールできるのかな。あんまできないね。なるほど、そうですよね。バッターボックスのクルーズ、今シーズンの得点圏打率は2割6分。あっぶね。うん、4番としてはちょっと物足りないですが、まあ一発がありますからね。ここも大きいの期待。よっしゃ、ナイプチいいよ。ラクサあるカーブいいね。お、ものにしましょう。先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、もったいないな。そうですね、まあ、ただ頑張れ。ピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないですよね。バッターの浅間、今シーズン得点圏での打率は2割。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。すごいね、風速5メートルあれば。2アウトです。2アウトランナー2塁となりました。マノチ頑張れ。そして打席にはマノ入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。お、もう1回インローに持ってきました。バッターからすると制球にインサイド落ちました。ナイバッチ、センター抜け、マレ3塁を回っていく。よし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 、ナイバッチ。いいよ、攻撃のチャンスが来てるよ。エゴシ君は常にフルスイングでしょう。でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。うん、そうですよね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから、期待していいんじゃないでしょうかね。いや、ベストピッチ多いな。次が4球目。はっ、あー、ショート取った。うまい。アウト。ランナー2塁はそのままです。お、殿崎君覚醒出荷ね。殿崎が入ります。さあ2アウトながらまだピンチは出して、まだヒットなしか。点差を保って初ヒットいきましょう。ここもしっかり切り抜けたいですね。うん、なるほど、そうですよね。外のボール球打っていった。このフライはどうだ、落ちるか。いやー、どんまい。いいね、全然守備の機会がないよ。打席には医療が入っています。ピッチャーいけてんだね。ランナーを得点圏に背負っています。とにかくこの回はこのまま終わりにしない。ノーアウト1、2塁、ここは1点、よく言えば2点欲しいね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファウルボールです。
なんとかしよう。森山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。よし、できればゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールが有効でしょうね。うーわ、見逃しで三振を奪いました。ないピッチ、まず1つアウトを取りました。臭いとこ手出さないとね。まずはアウトコース、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、ストレート打った。いや、ゲッツーはないわ。取った、二塁フォースアウト。よし、さすが野間くん。エゴシ君また回ってきたぞ。ついにフルスイングだ君は。エゴシが入ります。さあ、ツーアウトにはなります。ナイバッチ高く上がった。いや、わかんないわかんない。フライになっています。掴んでスリーアウト、追加点は。やっぱりあれだな、俺が能力高い選手じゃないと打てないんだろうな。間持ちぐらいだもんね、ヒット打ってんのね。さあ、点差は離されたくないこの場面。切れんな。いや、切れるな。切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。うまい。左中間へ持っていった。いける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 。浅間どうする、走るか、走らせるか。ファーストランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。ファーストランナーも、よーし、バッターランナーは三塁到達。やりました。警戒していた相手ですが、素晴らしい。フリーを打たれてしまいました。点差が広がります。ピッチャー変わりましたね。打席には間の入っています。さあ、ピンチは続いています。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。外野まで持っていけば浅間の足なら帰れるでしょ。低め打った、ファースト取った。くー、入って一塁アウト。よし、頑張ってこい。4番、4番バッター岡本。パワーがピンク色に輝いてるぞ。失っています。さあ、3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。外へ持っていきましたが入りません。集中して。球でカウントを稼ぎます。ファウルです。いや、強振は解かねえ。なんだい、石田くん完封すんのかい。もう1点ぐらいあれば完封できずとも勝利は近づくね。いや、いいところに決めてきますね。はい、打った。ピッチャーライン、危ねえ危ねえ危ねえ。2アウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスは、あのち、ただ得点圏打率の1位西野くんだったね。得点圏にはランナーが残っています。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。なるほど、そうですよね。高め際どいところ見送りましたが、ストライクです。ミート打ちだ。ボールです。バッターボックスの間の今シーズンの得点圏打率は3割4分となっています。さすがクリーンアップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。うわっ、ここは投げ勝ちました。もうね、バット振るぐらいから分かってた。あ、これダメなやつだと思ったもん。お、山崎くん出番ですね。さあ、そして打席には久々に動かすな。さあ、追い上げのチャンスを迎えて。いや、石田選手よくやってくれましたね。すごかったですね。食らいついていってほしいですね。藤田和也ですね。そうですね。さあ、まず1球目、まず大きく外れてボールになりました。低め、わずかに外れた。これは低め、ストライク。インサイド打った。ファースト、よし、ツーアウト、オッケー。そのまま一塁に入ってアウト。しかし、これは進塁打になりました。抑えるぞ。さあ、そしてこのチャンスで打席には3番の清田が入っています。アウトコースでいい球が来ました。これは足元への変化球。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように、強い当たり、三塁間抜けた。いい、大丈夫でしょ。あ、俺これ動かせねえ。あと勝手に押さえてもらうしかねえんだ。ごめんね、俺動かさないのが確実に押さえられるわ。やりました。いや、今回はね、あれよ、石田くんだね。圧倒的でしょ。だって俺何もやってないもん。
だから得点圏にランナーが行かない限り俺動かすことがないから、得点圏にランナーもほとんどやってないわけでしょ。すごいね石田君、素晴らしいです。あと1試合ですね。10月の末、ここに取り、ここで取りましょう。はい、今のところ後半戦2勝2敗で来てるんで、最後勝って、勝ち越して終わりましょう。はい、そんじゃ、今回はここで終わります。バイバイ。